ファンの皆様、本日もご来場誠にありがとうございます。ただいまから重賞競争 AAB 秋田朝日放送杯第23回アスナロ賞 M3 の表彰式を行います。今年の優勝馬はマイネルアストリア号でございます。馬主は株式会社サラブレッドクラブラフィアン、生産は新冠町のビッグレッドファームです。スタッフは板垣義則調教師、山本俊也騎手、小畑和久厩務員でございます。では表彰です。はじめに AAB 秋田朝日放送社賞の授与でございます。秋田朝日放送株式会社営業部長田中道夫様より、優勝馬マイネルアストリア号の馬主様に優勝カップが、調教師騎手厩務員には秋田朝日放送オリジナルグッズが贈られます。馬主株式会社サラブレッドクラブラフィアン様でございます。代理で板垣調教師お受け取りいただきます。おめでとうございます。続きまして板垣義則調教師でございます。はい、板垣調教師にお受け取りいただきます。おめでとうございます。続きまして山本俊也騎手でございます。おめでとうございます。秋田朝日放送社賞でございました。続きまして奥州市長賞の授与でございます。奥州市財政部競馬対策室主幹高橋博之様より、優勝馬の馬主株式会社サラブレッドクラブラフィアン様に南部鉄器が贈られます。代理で板垣調教師にお受け取りいただきます。奥州市長賞です。おめでとうございます。最後に開催執務委員長賞の授与でございます。滝山開催執務委員長より、優勝馬マイネルアストリア号の関係者の皆様に賞状が贈られます。今日も完勝でした。マイネルアストリア号馬主株式会社サラブレッドクラブラフィアン様でございます。おめでとうございます。板垣義則調教師でございます。おめでとうございます。山本俊也騎手でございます。おめでとうございます。皆様おめでとうございます。 AAB 秋田朝日放送杯重賞第23回アスナロ賞 M3、 見事今シーズンこのレースを制しましたのはマイネルアストリア号でございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。皆様ありがとうございました。